はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日は暴走チョッパー来てますので、マスターの方行ってみたいと思います。こちらのハンコックパーティーで行ってみたいと思います。待ってない方たくさんいると思うんですけどね、申し訳ないです。本当にハンコックで行きたいです。せっかく持ってるんでね。でハンコックはもう回復力がもう凄まじいです。いくつ回復するのかな、ちょっと見てみますか。3000 3000回復します。もうこの1回で満タン、すごいですね。だからお肉1個くればもうなんとかなる感じですね。ちょっと貯めようか、ちょっと貯めますかね。私の過去の動画見てみたらですね、エキスパートで挑んでました海賊レベルが102で、もうジョズパーティーで行ってましたね。いやー面白いいやその時はね、もう必死なんですよ。もうレベルも低いからエキスパートでもう精一杯だったんですね。嬉しかったらね、ご覧ください。成長が見受けられます。年だかな、あ、年。ここは普通に倒していいのかな。タツノおじいちゃんは倒した方が良さそうですよね。おお、ちょっと。あ、早い。もうボスですね。ハンコック。あ、大丈夫。次で。ハンコックの技使えるから、ハンコック体力ないとね、効果発揮しないので。どうしよう。強させよう。これで効果が出たからいいね。はい、黒さんね、あんまりな黒さん。はい7000。とりあえずこれでいきますか。強い。あ、今使う。ちょっとやめとこう。はい。で、これで。またハンコックで、ウソップね、ウソップもいるから問題ないでしょう。
うん、強い。使っちゃいますか。もう倒しそうだし。あ、行きましたね。はい、こんな感じで、あっという間に倒しちゃいました。こんな感じです。あの韓国パーティーはこんな感じでございますよ。やはりフェスゲンは強いですね。ノグルフィもそうなんですけど、ありがたいです本当に。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思います。今日は暴走チョッパーのマスターですね、行ってみました。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。